日大一高は1回表先頭バッター鳥居、ライト鳥居君、ライトの右へ運んだツーベースヒット。2番福井が送りバントを決めてワンアウトランナー三塁、先制のチャンスを作ります。打席には3番田崎、右中間へ、三塁から鳥居がホームイン。日大一高が1点を先制。ライトが打球の処理をもたつく間に田崎は三塁へ。4番佐藤の内野ゴロの間に田崎がホームイン。初回に2点を奪います。勢いに乗る日大一高は2回にもワンアウトランナー2塁3塁、追加点のチャンス。9番秋山、ショートの千代君がピッチャーに入ります。センター前に運んだ、これで3対0。さらにこの回1点を奪い、序盤で4点をリードします。3回まで日大一高先発佐藤和樹に無得点に抑えられていた共栄学園は4回裏、この試合初めてランナーを3塁まで進めます。2アウトで打席には9番島谷、サードゴロ、ここで守備が乱れた。共栄学園が1点を返します。なんとか佐藤を攻略したい共栄学園は5回裏、ツーアウトから4番石黒、右方向へ運んだ、右中間を打球が抜けていく。石黒は三塁へ。佐藤から奪った初めての長打。このチャンスに5番東野、空振り三振。ここは佐藤が立ち塞がる。3点を追いかける共栄学園は7回裏、ワンアウトランナー二塁で2番渡部、センター前へ、ランナー一塁三塁と佐藤を攻めます。ツーアウトとなって前の打席スリーベースヒットの4番石黒。佐藤ここをしのげるか。三塁ランナーが飛び出してしまう。挟殺プレーになった。タッチアウト。共栄学園このチャンスも生かせません。日大一高佐藤は8回9回の共栄学園の攻撃も無得点に抑え、3試合連続の完投勝利、ベスト16進出を決めました。チームとしての目標がベスト8に行くことなので、次の試合しっかり勝って目標を達成したいと思います。